自宅でバンドの曲を作ったり、パソコンの DAW ソフトでギターをレコーディングしたりする人って、まあ、今の時代結構いると思うんじゃね。そんなギタリストの皆さん、ギターサウンドってどうやって作ってますか？アンプを大音量で鳴らしてマイクで音を拾って録音する。もちろんこれができれば生々しいギターサウンドが実現できるんじゃが、まあなかなか自宅では難しい、本来なら実際にアンプを鳴らしてマイク取りしなければ得られない温かみや空気感のあるギターサウンドなんですが、そんな本格的なギターサウンドをアンプもキャビネットも必要なく、そして大きな音を出す必要もなく、ライン取りで実現させてくれるコンパクトな機材が今はあるんじゃよね。今回はそんな機材を紹介してみようと思い用意してみました。こちらケンパープロファイリングアンプリファイヤー、スライモンイリジウム UFX ドリーム65ニュー X アンプアカデミーの4機種じゃ。この4機種本体のアウトプットからオーディオインターフェースなどを介してモニタースピーカーにつなぐだけで完成されたアンプサウンドを出力してくれる、めちゃめちゃいい感じの機材です。この動画では4機種それぞれの特徴を紹介していくのと、わしが実際に弾いてみてそれぞれの違いだったり、わしなりのインプレッションを伝えていこうと思います。自宅で手軽に、そして本格的なギターサウンドを鳴らしたいという人はね、ぜひともチェックお願いしますよ。まず紹介するのがこちら、ケンパープロファイリングアンプリファイヤー。ケンパーっていうのはプロファイリングという独自技術によってあらゆるアンプのトーンやフィールをそのまま抽出してイン、これ1台であらゆるギターベースアンプに変貌するという機材なんじゃ。例えばヴィンテージの真空管アンプをスタジオで使ったことがあるとしたら、そのアンプそのものをプロファイリングしてケンパーに、そうするとその音色でいつでもどこでも演奏することが可能になるというね、まあ、なかなかとんでもない機材なんじゃ、そしてケンパではプロファイリングしたアンプサウンドのデータをリグと呼ばれる単位で管理する。このリグは自分でプロファイリングして作ることもできるんじゃが、まあ、本体をパソコンと USB 接続してパソコンの専用ソフトウェアを使うことで世界中のプロやアマチュアの方が作成したリグをダウンロードしてコレクションしていくことができるんじゃ。まあ、今回はクリーントーン、クランチ、ドライブサウンドとわしがチョイスした3つのリグを演奏してみるので、それぞれサウンドチェックお願いします。
まあ、和紙的にはとても濃密で力強くどっしりと重みのあるサウンドっていう印象、うん。まあ、今回弾いた3種類のリグの他にも和紙はいろいろとリグをダウンロードしてコレクションをしててね、まあ、リグ自体もそれぞれ個性的なので、まあ、ケンパーの音というよりは自分好みの音色を探していくというイメージなのかもしれん、うん。まあ、お気に入りとして保存しているリグはまだまだ増えていきそう、うん。まあ、ケンパーめちゃめちゃ便利な機材です。続いてはこちら、ストライモンのペダル型アンプ IR キャビネットエミュレーター、イリジウムじゃん、うん。イリジウムはフェンダーデラックスリバーブ、ボックス AC30、マーシャルブレキシという音楽史を飾る、まあ、最も代表的な3種類のアンプのサウンドをモデリング、まあ、ワールドクラスのチューブアンプを最適なスピーカーキャビネットにつなぎ、音響の良い部屋でプレイしたような、そんなフィーリングを実現してくれるという機材なんです。まあ、こちらも3種類の音色で弾いてみるのでチェックお願いします。和紙的にはタイトでガッツのある元気なサウンドといった感じ、うん。まあ、ケンパーのようにいくつものアンプモデルを選ぶことはできないが、3種類の代表的なアンプサウンドを網羅してるし、ドライブつまみの操作でグリーンからクランチ、あと結構ハイゲインなドライブサウンドまで対応してる。これとても実践的、うん。そしてポイント高いのが操作がめちゃめちゃシンプル。全体のレベル、歪みの量、3バンド EQ の調整、あとルームの調節だけ、まあ、基本となる音がとても気持ちいいから、まあ、これだけでも幅のあるサウンドメイクできるし、まあ、そこはさすがストライモンって感じね、うん。まあ、迷わずすぐいい音で演奏できるっていう機材じゃん。続いてはこちら、ユニバーサルオーディオのペダル、 UAFX シリーズ Dream 65 Amplifier、うん。ユニバーサルオーディオはプロ向けの音響機材のメーカーで、2021年からはこういったペダルエフェクターも作るようになったんじゃん。まあ、プロ向けということもあってハイエンドな機材を多くリリースしてある、うん。で、このペダルは60年代半ばのブラックフェイス機のコンボアンプをエミュレートしたペダル型アンプシミュレーター、まあ、フェンダーの65年製デラリバのことだと思うんじゃが、
まあ、先に紹介したケンパーやストライモン、イリジウムと違って、そのアンプサウンドに特化した機種、まあ、アンプモデルとしては1種類なんじゃが、実機のアンプで行われるカスタマイズを再現したサウンド3種類と6種類のスピーカーを選択することができる。まあ、デラリバのサウンドをより細かく追求できるのが特徴だな。まあ、今回はクリーンからクランチまで3種類のサウンドを作ってみたので、チェックお願いします。結構ねレンジが広く低音も高音もたっぷりと出力されてるサウンドといった印象、すごいですよね。まあ、先ほどのストライモン、イリジウムに比べるとどんしゃりかつ柔らかさもある印象かな、結構ブッとしたけどこう弾きやすいみたいな、まあ、なんだろう、ミドルに力があってリアルで生々しい先ほどのイリジウムとフルレンジでこう包み込むようなドリーム65っていう感じかな。最後に紹介するのはニュー X のペダル型アンプモデラー、アンプアカデミージャー。まあ、伝説的なアンプに加えて IR と基本的なエフェクト、さらにはドラムパターンやルーパーまでもが内蔵されておる。クリーントーンから超ハイゲインまでカバーする12種類のアンプモデル、あとエフェクトはブースター、オーバードライブ、ノイズゲート、リバーブなどを搭載している。専用アプリを使えば6バンド EQ が使えるなど、先に紹介したストライモンや UFX のペダルに比べるとより豊富なサウンドバリエーションが特徴的なんじゃ。まあ、今回はその多くのサウンドの中からわしがチョイスしたクリント、クランチ、超ハイゲインの3種類のサウンドで弾いてみるので、サウンドの方チェックお願いします。
まあ、和紙的には結構、ね、バランスよくまとまってかつクリーンから超ハイゲインまでカバーできるかなり守備範囲の広いサウンドといったんでしょう、うん。まあ、ストライモン、イリジウムや UFX、ドリーム65と比べると、まあ、こう音の主張に突き抜けるような個性は感じないが、結構ね、程よくまとまった使いやすいサウンドかなと。まあ、いくつかエフェクトも内蔵されておって、個人的にはめちゃめちゃ歪ませて、かつザクザク、バッとこうタイトに行きたい時のノイズゲート。これが超便利。まあ、価格もリーズナブルなので、ジャンルを問わず多くの人にとってフレンドリーな機材だと思いますよ。どうじゃ。いや、めちゃめちゃ楽しかった。この4機種のね、弾き比べ。まあ、今回はあえてそれぞれで似たようなサウンドにして比べるようなことはせずに、わしならこういう時にこのギターと組み合わせて使うかなと。まあ、より現実的で実践的なサウンドメイクにして弾いてみました。まあ、かなり自由にね、演奏はしましたが、それでも機材それぞれの出力における傾向はね、ちょっと感じたんだよ。情報量が多くどっしりとした鍵盤、タイトでガッツのあるイリジウム、ね、柔らかさもあるドンシャリのドリーム65、まとまっていてコンプ感もあるようなアンプアカデミーといった印象。まあ、けどこれは機材ごとにもっと掘り下げたらまた印象も変わってくるかもしれないってくらいね、まあ、どれも細かくエディットできるので、わしもまだまだ実験してみますわ。まあ、最後に今回使った4機種のクリーントーンでの演奏を聴き比べられるようにもしておくので、まあ、もしよかったらご自身で聴き比べていただいた上で今のわしの印象も、まあ、少しは伝わったり伝わらなかったり、中富の鎌たりのっけー。じゃ、またの。博士大丈夫？